こんにちは。今回紹介する美少女はリワサマユコさんです。この動画では、リワサマユコさんのヌード画像、おっぱい画像、水着画像などの絵な写真を紹介しています。これはヌードで見せてくれたいいカットの美巨乳おっぱいは、絶品で嫌いな人、いない細身で巨乳の美人のお姉さんですね。またヌードヌレバでは大真似。お尻とすべて解禁してくれていますので、すさまじい塗りっぷりです。ミスマガジン2000ザグランプリに輝きデビュー当初は、生意気力絶のキャラで話題になり得な水着グラビを、量産していたいと人気があったので、ヌードでお胸を拝めた時は自家発電しまくった、なんて人も、多いでしょ。動画最後に一番のエッな写真を掲載しています。どうぞ最後までお楽しみください。グラビアや女優の活動を経て、現在は、介護職をしているようさまゆこさんの映画自慢のお胸も首も、見せたヌードシーンやベッドシーンのブレバや、イズキグラリアのエッパ写真を3サイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った岩佐真由子さんの写真があったら、高評価ボタンや、この写真がいい、などの熱い思いをコメントに出してみてください。2020年内に芸能界を引退し、現在は介護の仕事をしていると思われる岩佐真由子さん。すでに、お宝的になってしまいましたが、過去の濡れ場ヌードや水着グラビアの画像でお楽しみください。もともとものすごく人気があった女優さんだった岩佐真由子さん。1987年2月24日生まれて東京都練馬区の出身。身長155センチ、体重42キロ、3サイズ80ザ58、86センチ、E カップは巨乳スレンダーボディです。2003年、渋谷でスカウトされたことをきっかけに芸能界入り。2003年のミスマガジン2000ザンの26歳当時にエントリーをし、ここでグランプリを獲得。このグランプリを獲得し、芸能界デビューに至っています。デビュー後はギャルブーム真っ只中だったこともあり。コークマティのルックスでグラビアに引っ張りだことなりたちまち人気タレントに成長。2004年にはテレビドラマ T プラブ愛の物語にあゆ役で出演をし女優デビューを飾ると、女優としての才能も開花させ数々のテレビドラマやテーマに出演。テレビドラマでは、頑張って力真っ白遺伝子男、受難などが代表作に挙げられ、中では2014年出演の映画自慢ではヌードを披露したりと体当たりな演技が評価され、第23回日本映画プロフェッショナル大賞新人女優賞を受賞しています。2018年頃までは普通に芸能活動をこなすも偉くなっていく女優俳優を目の当たりにし、明日は我が身と思ったそうで、2020年に芸能界を引退。第5は前々から興味があった介護の道に進んでいるようです。一時週刊誌で暴力団幹部と親密な夜なんて見出しの記事を出されてしまったそうですが、週刊誌は所詮週刊誌なので事実関係は分かりません。今現在も介護の仕事をしているかどうかは正直わかりませんが、せっかく進んだのであれば会社を起こすなどして社会貢献の意味でも規約をしてもらいたいところです。本題はそんな自ら芸能の道に幕を下ろした岩佐真由子さんの絵の写真でも見ていきましょう。クラビアアイドル時代に撮ってた水着ショットも入っています。ヌレバでは本当に大胆な演技を見せつけていますし、その中で見せるお胸が素晴らしい。まだまだ脂が乗った30代なので残念ではありますが、過去のネタを一挙ご紹介してあるので永久保存版のネタにしてください。では岩佐真由子さんのエッナ写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。